したけど、どうでした？ゆっくり休めましたか？今日ちょっと天気悪かったんじゃないかな。ね、特に関東から西の方は、だいぶ雨とか、風とか強かったんじゃないかなと。ギリギリこっち飽きたわ、今日は。そんなに、まだ天気は荒れてないんだけど、ただ今、まあもう、今夜もう12時とかですけど、今ようやくこっち雨降り始めましたけどね。明日はどうやら、まあ明日ってかもう日付変わってから今日なんだけど、この日曜日は多分ね、こっちも天気大荒れの予想なので、まあおそらく、まあ今日の仕事は多分暇なんじゃないかなと。あ、暇になるってのはね、ちょっと自分ちょっと仕事がそういう仕事、スーパーなんですよ。スーパーマーケットなんです、仕事が。だから今日は、まあ、天気大荒れになればお客さん多分来ないんじゃないかなと。暇です、多分。だからまあそうあんまり、世間の人あんま外で歩かないんじゃないかなとみたいな。まあでも今日の天気荒れるのはおそらくこっちの北の方だと思うんでね、まあ、関東とかもだいぶもう落ち着くんじゃないかな。だからまあ今日の日曜日は皆さんゆっくり休めるんじゃないかな、遊びに行けるんじゃないかな。自分はまあ仕事ですが、でも明日の月曜日休みなんで、月曜日はまだ自分ちょっと出かけようかなと思っておりますよ。はい、そういうことで、じゃあ今日はね、どうすかな。じゃあ昨日ちょっとオレンジジュースやったでしょ。で、最後の方で、ちょっと机少しいじったんですよ。机を。これで、ね、机ちょっとこうやってたら、なんか、意外とそれがいい音だったみたいで、今日ちょっと机やってみようかなと思って、思っとんねん。机。だから、ちょっとそれ、まあ、あんまりちょっと、あんま長くやれるかわかんないけど、ちょっと、じゃあこのね、シンプルに今日はこのね、テーブルといいますか、これを、机か、これをこのままやってみます。はい、日付は変わって、もう6月16日の日曜日。